ビジュナビをご覧の皆さん、マイクレッドオンズです。僕らマイクレッドオンズはですね、第3期を迎えたわけなんですけど、まあこう見てわかるように、なんか間違い探しじゃないですけど、一人なんか違うぞってなってますが、新しいボーカルを迎え入れてですね、この5人で、今後頑張っていこうと思ってますが、じゃあ早速、せっかくなんでこうボーカルの雨野から一言自己紹介と、はい、第3期マイクロヘッドホンの、ボーカル雨野と言います。これから皆さんにお会いする機会どんどん増えていくと思うので、一生懸命思いを伝えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、この衣装もね、一新してさらに、バンドロゴも変わったりとかですね、バンド名も実はちょっと変わってたりとかね、そういろんな間違いじゃないか、正解正解探しをしていただければと、マイクレッドオンズに令和になって、マイクレッドオンズも一新しましたので、ぜひよろしくお願いします。そんなマイクレッドオンズですが、6月の29日に初ライブを行います。イエイ。場所はですね、こちらも新しくできたばかりのところなんですけど、赤羽なんですよね。赤羽行ったことある人いる？はい、通りましたね。あ、そうだね、通るは通るね、その赤羽レニーアルファということで、というところで、6月の29日、マイクロヘッドオンズ第3期初ライブを行います。ぜひぜひね、こちらの方遊びに来てほしいと思います。そんなマイクロヘッドオンズなんですけど、7月の3日にですね、ニューシングル、この第3期の一発目のシングルになりますね、こちらが発売されます。そしてそれを引っ提げてツアーがありますね。ツアーもですね、結構各メンバーの地元に近いところとかもう回ったりとかなんてね、ぜひぜひ遊びに来てほしいと思いますけど、和也君岐阜行きますね。はい、行きますね。なんかツアーでこんなことやりたいとかありますか？いやー、単純にやっぱり夏はバーベキューやりたいなとか思ってるんですけど、まだそこまで頭が遊びのモードに行ってないんですよ。そうですね、まずライブを成功させるってところの意気込みがやっぱすごいというか、それをね、ちゃんとやってツアー楽しく行きたいと思いますね。塚坂はね、お隣の仙台、はい、仙台皮切りなんでね、はい、どうですか、はい、山形行きたかったでしょうか？行きたかったですけどもね、まあ隣町なんで80キロぐらいしか離れてないので、はい、山形の方が、ね、自転車で住むやんな。そうですね、ぜひ東北いろんなところから見に来ていただきたいと思います。はい、そしてゼロ君は誕生日も近く、熊谷でね、そうですね、台風が来やすい時期去年直撃でしたね。はい、本当に申し訳ないですけど、あのクソ暑い時に日本でもトップ3ぐらいに入るんじゃないですか、いつでも、うん、熊谷今第1位になってますからね、はい、また帰り咲きましたので、はい、なんですけどね、まあぜひ、その熊谷の気温よりも暑いライブを届けたいと思っています。ぜひその暑さ、それは暑いね、41.9 度、はい、それより暑い、体温だったら死んでるね。はい、そんな感じでツアーも回ります。ぜひぜひマイクロヘッドオンズ第3期よろしくお願いします。それではライブでお会いしましょう。バイバイ。